第二百八十六回、東焼物広場テレビジョン、開始したいと思います。今日はですね。二千十七年、新作浴衣を、一挙にご紹介ということで、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、一人いないんですよね。いつもの。<laughs> そうですね。えー、まあ、なんか、渋滞に巻き込まれるか、よくわからないんですけども。あの、来ておりませんけども、えー、二人で頑張っていきたいと思います。はい。 これねお待たせいたしましたっていう放送に実はなったんですよ、えー、我々、えー、この『あずまいテレビジョンね』ねなんとこの4月終わりから5月ずっとにかけて、はいえー、全て、えーまあ、ゲストがいらっしゃったと長かったですね9週間にわたって何かしらあった放送でした、まあ、1週だけはね京都から生放送中にやったんですけども、はい、その他は全部ゲストが来てたので えー、今まで6年間、えー、4月5月の間にやってた放送っていうのがね、はいえー、やれてなかったんですよもう今までになかったですよねそうなんですよでそれがですね、えー、何なのそれはって言うとですね、えー、あれですよあのー、この浴衣のご紹介この浴衣のご紹介はですね皆さんが、えー、本当に待ちわびているんじゃないかなとお実はねひお一方メールでね え今年の浴衣の発表はユ、えーストリームではやらないんですかとおき来られたぐらいで本当ですか、えー、やっぱり毎年この放送を楽しみにしていて、あのー、見ていますっていう方がやっぱりこの浴衣をね安村さんの放送で楽しみにしてますよとこれをやらなきゃ始まらないえー、でなぜかというとですね、えー、意外とね当店に来られるお客様で呉服屋さんになんかこう気楽にね、はい、入ってこれも見せてあれも見せてこれも見せてって言ってたくさんこうね はい、こう見れない <laughs> いいと言づらいものがあります、ね、さすがに56単はね、はい、まあちょっとこれこれこれって感じで見えるけどまあ例えば今日だったらまあ50単ぐらいえしかも抜粋して <laughs>、はい、<laughs> 抜粋して50単ぐらい今用意してあるんですけどもそれをね一挙に見せるっていうことはなかなかないのでえぜひとも皆さんねまあアーカイブも後からじっくり見ながらえ私がね今年の新作浴衣の動向とか。 あと今日はですね皆さんにこ,うこれが好きあれが好きっていうのはもちろん皆さんコメントしてほしいんですけども、はい、え浴衣を着物風に着るとあありますねねこれね僕はすのナンセンスなんですけどそうなんですか浴衣だろうが着物だろうが一緒だろうとか思うんですけど、はい、まあそれも含めてあこの浴衣って着物にできないとか、はい、なんかそんな話もしながらえ早速 えー、もうやらないともう間に合わないので <laughs>、えー、いつもこの時間がないそういつもねオープニングの時間長すぎると怒られてますので <laughs>、えー、もう始めていきます <laughs>、えー、今年の新作浴衣どんどんご紹介していきますよはい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあやっていきますよまずは、はい、まあ一番初めこのブランドをやってあげたいですはい、えー、とがが画像が止まってますか大丈夫ですか YouTube 大丈夫ですか YouTube 大丈夫ですね はい、えー、YouTube 見てる方で画像が止まってると思う,思う方いってくださいねいってくださいねはい浴衣いきますおえまずはですねこ,こ,すこれからいきますやはりこれ飾ってある実はこう後ろにあれ、はい、こうすると<お>同じですね色違いなんですけどもこれ完全にね白と紺と違うんです こちらきものファクトリーののさんの、はいえー、今年の新作浴衣でございます、えー、今年はですね、えー、いつもののさんの浴衣というとですね奄美、えー、大島の柄をフィーチャーして、えー、もともとののさんの元の,あの会社がですね昌谷義平さんといってねこの放送ではすごくあのよく出てらっしゃるんですけど、えー、大島紬のメーカーさんなので 天見大島のいわゆる、まあえー、柄とかがね、はい、多いんですそれを、えー、大島紬じゃないんですけど当然浴衣なので浴衣にその大島紬の,<を>の柄を,をフィーチャーしているということで<ー>こちらはね、えー、何の柄か忘れました <laughs> <laughs> えっと何でしたかね番、ま、所じゃないけどこういう向こうの白の木みたいなやつのね柄なんで、はい、ただねこれね こうやっての,のっぺらぼうに見ていると実はこれ中線の技法なんですけど、はい、このっぺらぼうに見えるでしょこう見ると、はい、ただの白根じゃないかとこれ僕もね初めに、ね、あ単純だなと思ったんですけどこれ引いてみらもらって皆さんに今日こういう浴衣を選ぶ時のやっぱりねこれはやっぱり「あずまやテレビジョン」ならでは。 あとワート、ワートじゃなくて、あの東京着物ショーでもね、仕立てのことやってましたけど、はい、やはり東屋の浴衣は全部オーダーメイドで、あなたぴったりにオーダーメイドするっていうのがポイントなんで、はいえ、せっかくそういうオーダーメイドの浴衣を買った場合、柄合わせというのが選べるよと、はい、これがもう東屋のね、真骨頂です。ですね、はい。例えばどういうことかっていうとですね、まあ、ぶちじはよくわかっているんですけど、こう合わせるでしょ、はい、これね、だめだ。 <laughs> 早く用意しとけと、はい、こういうことですはいはい来たこれねテレビジョンのあとあの東屋の,あのえっとあそこです、えー、ネットショップ見ていただければ分かるんですけどこうやってこれマネキンさんに合わせるときに例えばねこうやって合わせてもらえるとする肩に紺の部分を合わせますそうするとこうエリーボトが 無無地地でしょになりますそうするとサイドがこういうふうになりますよね白ではいこの、はい、模様になりますこのように合わせた場合、えー、さらにこの横に、えー、袖がつきますよね、はい、仕立てる時はじゃあお袖をねじゃあこうつけようかとなるとはい、もうちょっと開、うんはいてそうそうそう全体に見るとこうかっこいいでしょこの湯方かっこいいですねこう流れていく だからこういうふうに仕立ててくれとも言えるんですよあ柄付けを考えてるんですねはいでこれ実はですねじゃあお客さんこっちがいいのってあれ全然違うよね雰囲気変わりました雰囲気変わるよねこれねこういう浴衣は選べるんだと思ってください、はい、何が選べるかっていうと私は襟は白の方がいいよと例えばはいねっ これね、こう選べるんです全然違うでしうするとだいぶ変わりましたねもうね違う着物になっちゃうでしょこの浴衣、はい、だからこの浴衣実はね着物に仕立てると非常にかっこいい、はいえー、ただターンモードで見るだけじゃはっきり言ってこの浴衣の良さがわからないしかも、えー、この浴衣のいいところは同じ浴衣を作っても人によってだいぶ違う雰囲気に変る 変わわってくるわけですね、はい、でこれはですねとにかく当テレビジョンの、えー、アーカイブの紙で着物を作ろうという番組を見ていただけるとあこういう偏った柄、はい、こっちが無地であこっちが柄でこっちが無地のような柄を選ぶ時には必ず、えー、指定をしてください、はいえー、木村さんが何も言わなくても「いやこれ選べるんですよね」って言ってあげてください、はい、これその時にホエッとした顔を向こうがされたら「 あこれはダメだとちょっと違うところ行 <laughs> ちょっと違うとこいった方がいい食物から作るんですからねはい、はい、それをまあ覚えておいてください、はい、でかっこいいでしょかっこいい、ね、はいこれののさんのまずはこれ多分白の木の柄かな続いていきますどんどんいかないと、はい、これは今ちょっと長くやっちゃったけどはい次いきますえー、これですね、えー、ののさんね今年はね面白いです今のこれが黒とかこれ確か色違い黒があります四色あります4色あります,、ね、4, ります 4, 4柄展開か4色か 4パターン,パターン2色で2柄ずつ、はい、で今度これおおこれもかっこいいですねかっこいいでしょこれこの柄は何だろうねこれタイトルついてましたねタイトルついてましたか誘いっていうタイトルですえ誘うのこれ誰か大島の何か意味があるんでしょうか、ねえーうん、大島のやっぱりね柄をフューチャーしてますからこの中が多分大島の柄をつけあのイメージしていると思います これガラガラしてるがイメージですけども、はい、やはりこういうのもこうなんか全体的にエスニックな感じというか、はい、あの唐草模様みたいな感じでえ浴衣というよりは着物っぽいお素敵ですねんかもう細かい模様が入ってる、はい、そうですなんかもう細かい模様が入っていてえよく見るとえんじ黒ベースの中にえんじが入ってますじゃあ弾いていきましょうかはい、はい ね、こんな感覚でどんどん紹介していきたいと思います、はいうん、でよかったら質問があればね質問を僕が拾っていきますのでどしどしお待ちしてます、はい、あのこういう柄もね今まであんまりなかった、はい、浴衣というと花柄のひまわりだとか菊だとかああ印象的ですね、えー、ねあのあじさだとかそういう柄もねいいんですけど、はい、ちょっとこう都会っぽく着るにはこの「ィキモノファクトリーののさんの浴衣」が意外といいんです ン次これこれもお着物ファクトリーののさんの田モロですじゃあ当てていきましょうか、はい、でこういう柄は実はね柄合わせあんまり気にしなくていいんですね、はい、これはね全体的にこうやって出るから意外とねこうやって当てた雰囲気そのままが浴衣になると思ってくださいこれも素敵ですねこれね素敵ですよこれちょっとアップしていってくるはい 学模様いいでですすよねねねそうですね模様、ね、結構ねあの使い勝手がいいですよかすり風になってるんです、ねはい、そうなんですこれが要は遠くから見たときに、えー、かすりっぽく見えるような、えー、柄付けになっております、うん、うんうんさっきちょいワルプくクとかねかっこいいなとかきてますねやっぱりねこれ素敵とかねありがとうございます、えー、どんどんね皆さんでね喋っていってくださいうううんうん、うんあ固まってます YouTube 固まってるごめんなさい すいません一回設定見直しますちょっと YouTube やばいですねあライブ配信してるけどなごめんなさい YouTube が開いておりませんか停止ですとあすいませんえマジですかこれどういうことだろうえー、っとそっちの方ではどうですか YouTubeYouTube YouTube 今もう一回行かせましたどうですかもう一回行けました YouTube ライブ行きますよ YouTube 来い。あ、動いてますけどね、私の方では、プレビューが。いはい。YouTube 来とりますよ。はい。あ、来たかなと。YouTube 来ました来た来たと。ありがとうございます。<た>いや、ご,いごめんなさい。あ、よかった。YouTube じゃあまたアップし直さないかんかもしれんね。はい、はい、行きます。じゃあ次行きますよ。よし。行こう行こう行こう。よかった。来た来たと。あ、来たと。あ,たとあ、よかった。ったすいませんでした。YouTube が今度ね、厳しいんです。あ、また止まったかもしれん。もしかすると。 ごめんなさい一回止めたからだかもしれない OK とケーと OK とオッケーはいきますでのんのさんは、えー、もう一種類か二種類あったかな本当はね抜粋したもんね抜粋しましたねもう多分一種類ぐらいあったかなあこれだけかこんなもんです<あ>、はい、これで各色二色に展開です二色展開ですねはい、はいはい、分かりましたさあそして、えー、次はですねあもうやっぱこれはね こちらはね、えー、今度はね、正統派というか、えー、東京の本染めとお言われているものたちをご紹介します。はいえー、特にこれなんかはね、もうアズではもずっとこれはまあどっちかというとこうロングラン。はい。らしい感じですね。うん、これがね、東京三鶴さんという、えー、メーカーさんのお商品になります。はいえー、こちらの三鶴さんもです、ね、本染めといって、えー、抽選ね。 中線、はい、の浴衣があの非常に、えー、得意ですぼかし模様がですねでぼかしがやっぱり中線らしさなんですよねはい、はい、あまた止まったあ止まったときますえー、YouTube が今日調子悪そうですねちょっと YouTube のそうですねちょっと待ちなさいね一回 YouTube ちょっとごめんなさいねなぜ今日止まったかがちょっと分かりづらい うんできればユーストリームかに一回こっちも止めてみるわねえー、っとちょっとごめんなさいねすぐやりますすぐ一回停止した一応ね状態は良好ですて出てるんだけどそっちも一回止めて一回止めました配信設定でもう一回もう一回じゃあ OK して 出てる段階でこれダメかなどうぞ今ここの画面に出てきたらすぐやりますはいうんちょっとダメかもね一マル八マル I にしないとかなやばいこれが消えましたあ本当だじゃあね ちょっと待ってああ今日はダメです <laughs> y o u t u b e ライブやーめた今日は y o u t u b e ライブできませんはいえちょっと大変ですけどじゃあ y o u t u b e ライブねあっちにしよう裏番の方で流そう y o u t u b e ライブ今から裏番の方に流しちゃうはい、はい、裏番の方で流します、はい、じゃあ y o u t u b e ライブ裏番の方に流しますはい中央生放送ならではのハプニングが起こりましたすいません あの他のねユーストリームとかえフレッシュで見てらっしゃる方は何やってんだと思われるんですけどすいません YouTube ライブが止まりましてえ多言放送してるとこういうことがたまにあります失礼,しまし失礼いたしましたえ今ね途中かけですけどどんどんやっていかないと間に合わないのにいきますよじゃ裏番の方から流していきましょうかはい裏番の方流していきますはいスタートしてくださいはいスタートしましたはいスタートしましたすいませんでした YouTube なしよということですいませんじゃあ YouTube の今回なしということであの裏番 YouTube はね普通にえ今、はい、どっちの方でしたっけ裏番の方で流れてる裏番の方で流,流しておりますので、えー、皆さん裏番の方でよかったらえ見てやってくださいえー、今はいこちらの方では裏番来てますね一応来てます、はい、はい次いきますえー、これいきますよはいじゃあこちらいきます ユ、えーストリームの方はどうですかね皆さんそういえばユーストリームもね全然コメントは来てないんですけどユーストリームの方たちは大丈夫ですかね流,流れていますかはいよろしいですかえー、まあニコ生はもう段々来てるもんで一回いいですかねはい行きましょうはい、はい、次これあれ送信が切れましたニコ生あれなんでニコ生切れましたねこっち動いてますけどどうですかあちょっと待って はいはいはい切れてないよ切れてないですかはい OK <laughs> んかおかしくなっちゃったこっちがおかしくなっちゃったかもしれない <laughs> はいすいませんでしたえー、ちょっと途中かけになっちゃって今回はごめんなさいえー、いいですかはいいきますじゃあこのだ、えー、この柄はダリアの柄なんですよねおお<ー>はいこれ肉玉ほんとおかしくなっちゃったなはい、えー、ダリアの柄なんですけども ますよよ大丈夫ですすとと来てますありがとうございます,これ、ね、すごい今回あの今回というかいろんなバージョンがあるんですこのダリアの柄、はい、これはですね当店が今回今年、えー、と入れた柄はこのね中の地の色を注目してもらいたい、はい、このね地の色がこれベージュというかですね白すぎないちょっとアップしてもらってあー画面だと分かるかなー分かる分かる,分かる これ、ね、普通真っ白で抜いたものが多いんですけど、はい、浴衣ってねここが白すぎちゃうとなんていうんですかねちょっと軽っぽくなって、はい、本当に「浴衣!」って感じになっちゃうんですけど、はい、こういう,うあのちょっとこう地模様というか地に色がついているもの少しきなりというか優しい色してます、うん、じゃあちょっとこれ外してどんどんずらして、はい、こういうのをあの特に大人の方、えーまあ、40代50代、はい 超、えー、えてきたらですね白地ももちろん素敵なんですけどこういう柄物の場合はちょっとこういう,う地に色がついているもの、はい、白っぽいけども色がついているものを選ぶとお顔がねはっきり美しく見えます、えー、そういうのもあの今回ポイントで見てください、はい、このダリアの柄すごいあの人気で綺麗いです、はい、毎年速攻で売り切れるような商品です次いきますやばいやっぱりねこういうことやってると遅くなっちゃう <laughs> いや今日は本当申し訳ないこっち、はい、次にこれも抽選らしい三角、えー、さんらしい浴衣でございますスカッとした色ですねスカッとしておりますよねこれはあのおこれこそボタンの柄でこれはねなんかザッツ浴衣って感じじゃない浴衣らしいですはいこれ浴衣らしい感覚ですねあ麗綺麗うんこれはこの辺までで、うんはい、これもやっぱり抽選の技法で染められていて これはですね、でもね気をつけなあかんこれねはい生地アップしていくとねこれね炉になってるんですよ炉になってるわかりますお透けてるのがわかりますはい炉になってて透けてるんですよねこれがですね非常にあっ何かおっしゃったな僕はい非常にこれ炉になっててあのー、こう透けてるのはいいんですけどもこれ涼しげになってるんですよこうやってね、はい、透けてて ただ気をつけてもらいたい白地でこういう透ける生地の場合はあのまあ特に女子の皆さんだと、えー、気をつけなきゃいけない下着が透けやすい、はいえー、ですからそういう時は浴衣スリップみたいなのが売ってますそれは下着のことなんですけど肌襦袢をやっぱり中に着て、はいえー、こういう浴衣を着てほしい、はいえー、なかなかね若い方だともう素肌に着るものだと思っちゃう方がいて そのまま着ちゃうと、ね、そうそうそう,そ,うそのまま着ちゃうと下着全部透けてしまいますのであのぜひともねこういうのを選ぶ時は、えー、今の浴衣は非常にね逆に言うと美しいんですけどはい、はい、あの、うん、えー、あやっぱりおかしいね切れてますか切れてますねあらやっぱりおかしいですかね今日はなんか包装自体がおかしいですかねユースリームは切れてないですよ ちょっと待ってニューストリームの方あのニコ生が切れてますかねやばいな今日えー、ニューストリームの方ニコ生も見ている人ちょっとおニコ生見てくださいいいですか大丈夫ですか僕らはね切れちゃってるニコ生大丈夫かな皆さん大丈夫ですか今切れてるんで設定し直します 間違いなさそう止まってます申し訳ございません本当に。に何だろう何がいかないんだろうそこのあ切れたと今日は何かがおかしい何をいじったいやいつの通りですねほう今までいじったなそれこそ1080のところぐらいですえっと A いいですか ニコ生止まってるとありがとうございます安藤さんはい再開しました再開しましたじゃあニ個生ちょっと見てみます復活復活しましたはいありがとうございますえっ、ー、とじゃあこのおこういうで、ね、白地の場合は透ける生地の場合は気をつけてくださいとはい、あいうことで次いきますこれリベンジ放送しなあかんねえっ、ー、ともう足らないから時間が そして次はこちらですねこれもかっこいいですねこれも大人ですこれは根地に白のその抜きですよね抜き,抜きいわゆる、えー、白地を逆にこう引き出すために抜いてるはい、はい、白をねこういうの抜きって言うんですね、はい、こ,れしこれねよく見るとこれあの実は何の柄か分かるこれは何の柄ですか分かるでしょうこれはいこの形 いずれは、いずれはっていうのが一つのピント。はい、多分無事ではダメだな <laughs>。わからないね。いずれはあやめかかきつばたという、歌い文句がありますけれども。はい、こちらがあのね。ああ、やめ柄。はい、やめの柄が、はい、ついておりますね。こういうふうに、こう抽象的に見えるんです。ぬ、こう抜くものっていうのはね。はい。だから、こうよく見ると、あ、あやめだ、あやめが隠れてるな。っていう。 大人の浴衣として、えー、着てもらえるのかなと、はい、あのこういうの意外とね皆さんね非常にこうあのー、パッと見はですね地味だなとかちょっと面白くないねという思われがちなんですけどこういうのにちょっと赤い帯をパッとやったりとかですね黄色い帯をペッてやるとですね非常にこう受けるんですよ、はい、皆さんからかっこいいねって言われますはい。これかっこいいとお出ておりますありがとうございますはい次いきます ニコ生ダメですね、うん、ニコ生またダメニコ生ダメまた止まったこっち止まってないけどねちょっと止まってないからちょっと続けてみようか、はい、でもすごいタイムラグがありそうだけどね切れ、えー、てません大丈夫です切れてませんこっちでははいえー、いきますこれえー、っとですねこう男物です ただし、これね男の方でも女の方でもどっちでもいい感じですよねおお、かっこいい、はい、実はね今からあずっとやってきてるものも、はい、東屋では浴衣をもうすでに男物女物とあまり言ってません、はい、もう多分無事で分かってると思うけど東屋はねもう混在してるよねユニセックスですねはいもう完全に今ユニセックスで売っておりますので勝手に男っぽい女っぽいチいうのはあると思います、はい、けれども皆さんね えー、ユゼックスでいっていきましょうはい、こちらいきますこれもこのぼかしが片方はすごい、えー、薄い青こっちは濃い青で、えー、トンボの柄、まあ、トンボはカチムシとも言われまして、はい、非常にこう縁起がいいはい、あのー、虫として有名ですけどこれね実はねまっすぐにするともの、実は面白いんですよ。これなんとよーく見てください。 揺らいでる柄がよけ模様になってます、ね、そうなんですだからこうした時はまっすぐになるようにできてるんですよあー考えられてるでこうなったまっすぐのとこは揺らいでるはいこういうのもさすがにこの昔から浴衣を知り尽くしてる三角さんの,あのまた浴衣をの型をへえー、<ー>面白がわい、はい、知り尽くしてる感じですねこれかっこいいですよ皆さん浴衣として着るとはい斜めのトンボ柄です はい次いきましょう次ははいはい続いてはですねじゃあこれいこうかはい次えー、これ源氏物,物語源氏物語あ切れた <laughs> やっぱ切れたニコニコダメでしたニコニコは切れましたねうーんとねえー、っとしばらく時間を置いて再度お試しくださいまあちょっとどうかね一回今日は 切れる人と切れない人がいるみたいですねあそうなんですか切れる人と切れない人がいますかニコ生大丈夫ですか大丈夫と言ってる人と止まったという人います、はい、いますかユーストリームだけは全く途切れてませんねユーストリームだけは全く途切れてないのでちょっと今日はユーストリーム見ていただけるとありがたいですね,です,ねすいませんユーストリームの方にちょっと行ってまああの裏番の間に、えー、なんとか はいえー、したいと思いますあれですかねニコ生ゴールデンウィークなんでこう集中して蹴り出されてるんでしょうかねでしょうかねでもこれねプレミアムアクと思ってしかも予約はお金払ってるんで我々あの予約枠のところは切れにくいはずなんですけどねちょっとすいませんえー、しかもログインまで蹴られてるからねこれあの自分の自分のが蹴られてる自分の ID が蹴られてる へえ、珍しいなログインさせてくれないあら,あら,ら,らひどいまあ、い,いやや,やばいやばいやめましょうはいえーっとこれおかしいななんかでもねおかしいなちょっとそっちもう一回そっちでログインしてみてぐるぐるっと、はい、そっちで そっちでもう一回,回そこであの放送をログ,ログインしてみてログインしてみますおかしいなこれすいませんね皆さん大変申し訳ございませんえー、あダメでした切られました一回そこもう一回リフレッシュあのち違うあ鼻からやってみてゼロからゼロからはい普通にやってみて はい、えー、皆さんごめんなさいねユ、えースリーブの方はねこのまま続けていきたいと思います、えー、今ねプジディがちょっとやってくれているのではい、これがね今年の源氏物語これかっこいいいつもねこの源氏物語さんの浴衣はですねこういうあの黒と白バシッとお染め分けられたものが結構あ,のあるんですよ、えー、あやっぱり流れてるね流れてますねやっぱりニコ玉流れてるねじゃあそのまま行こうはい、はい えこれねこうにあの「源氏物語」さんのこの黒と白というかのシリーズなんですけど何がこのシリーズで一番私がいいなと思ってるのは何より生地がいい生地こうシャキシャキちょっと見てくださいはい拡大していきますこの生地がまたねしかもこれもねやっぱ白で抜けて実はね白じゃないんだよねこれねこれも中に色が実はついてるんです はいここが真っ白く抜けてないので安っぽくない、はい、で生地がこれよく見るとこの凹凸感がある、はい、ですから肌に触れた時にガサあのベタっとしない高級な浴衣ってみんなやっぱりね生地がいいんですよねお<ー>でこれやっぱり当ててみましょうかこういうふうにねしかもバランスがいいんですこの浴衣はねこ,こっちにして こういうい感じですかねね着るる感じにすると、ね、かっこいいですねかっこいいでしょこういう感じになってうんかっこいいですよねこんな感じでねはい、はい、ありがとうございますえー、はいありがとうございます確かにニコ生ログインさせてもらえないとかそういうふうで途切れちゃうみたい放送はあるけどこれ自体は流れてるわけですねはい、はい、そうですねはい次いきます、はい はい次も、おやはり源氏物語さん、うちはね、源氏物語さんの浴方、えー、すごく毎年好評なので、いつもたくさん仕入れてるんですけども、今年はまだね、ちなみに質問です、はい、先ほどのシャキシャキ感、朝に近い感じですかそうですねあのというか、もうすでにこれね、朝入ってます。はいえーっと 朝が30%麺が70%入ってる生地です麺朝生地ですかはい麺朝ですから余計涼しいさもはい麺100%より涼しいんですね実はねはいありがとうございますそれで次いきますえ続いてこちらですはいこれもおしゃれ大人ですね、はい、これはですね中栓ですね中栓<選>はいやっぱり中栓、えー、こちらは「源氏物語」さんの中でもちょっとこう大人っぽい感覚かなはい 大人っぽい感覚で、えー、紫陽花の柄です。素敵ですよね。綺麗ですね。本当に上品。まあはい、本当になんかこう浴衣が欲しいと。今年は浴衣らしい浴衣が欲しいという方、はい、しかも大人の方はこういう感覚がいいかなと思います。はいえー、ニコ生のねコメントが私、ね、ちょっとね、えー、拾えないんで申し訳ないんですけども、うんえー こういう浴衣もいいと思います。ちょっとねニコラも私が見れないのが痛い。ちょ、ちょっとすぐやります。違うアカウントで入ってみます。大人っぽいけど甘さもありますね。はい。大人っぽいけど。はい。男じゃきついか。女性向けですかね。そうですね。 ユーストリームとニコニコどっちが画質がいいですかあ、ユーストリームの方が画質がいいですもう全然違いますよはい、あのーうん、え、記事の詳細と言えばいいんですかね拡大した時の綺麗さを見たい方はぜひユーストリームをご覧くださいはい、ぜひユーストリームをご覧くださいユーストリームはね、あのー、なんですかえー、画質はすごくいい一番いいと思いますはい、はい、はい、次行きますはい、ありがとうございます やっぱりね、蹴られちゃう今日はニコ玉蹴られちゃう蹴られちゃうんですねはいやっぱり蹴られますね今日のニコマはあそっちもなんか止まったとかになっちゃうけどそれがすごいんでうかねうんちょっとわからないですねさあそして、えー、こちらいきますあこれも大胆はいこちらもですねこれ裏が中線かなこれあこれ中線じゃないこれ那線だなこう裏見ると分かるんですよさっき「中線だ」と書いてる本染めはね裏まで抜けてるんですけどこれ ナセっていうのは上にシャーッと走る染めは抜けてない、はい、これ証拠ですねこう裏を見るとねこういう風にねあかすれてますねちょっとかすれてるまあこれがダメじゃなくってはい。そういう技法で染められてるんだということではい、これ大胆ですよおおすごいこれね超大胆これも仕立てるとすごい、えー、表情が変わる <laughs> すごいでしょこれ 迫力あります迫力あるでしょうなんか牙みたいそうですねまあ牙というと聞こえが悪くなるかもしれないけど、えー、意外と個性的ですね、はい、これちなみにねこういう感覚モデルさんが着てるやつはいいよこれパンフレット写しても大丈夫はい、はい、これドーッとこう寄ってこれ作るとこんな感覚こんな感じですね、はい、で自分で仕立てると、まあ、こういう感覚になると 素敵でしょうこれもねはいダメだこれ本当にダメだ, <laughs> <laughs> だなんか今日はもうやばいですね今日何かありますねうんなんかこう久しぶりにこの生放送で慌てた感ダメだね <laughs> なぜかなぜか生放送でダメですねいや4弦放送やっててよかったですはい、皆さんどうですかダメですかダメでしょうね盆踊りより泡踊りに似合いそうああはいあそうかそっちおかゆは拾ってくれるはいあ、じゃあいいおかゆ見ながらいこうかはいはい、えー、じゃあ次の浴衣い,いきましょうかはいはいはい、あのますこれおしゃれだよね こういういのも実はね、おしゃれなんですよ。はっ皆さんこう最近ね僕こういうシンプルなのをよく選ぶようになってきたんですよ、はい、実はこういう柄で、タンモールで見た時はちょっと感動ないんですけど仕立てるとむちゃくちゃかっこいいのでこういうのも浴衣を選ぶ時にさっきのののさんのこれと一緒、はい、こ,うこれもこういうのを選ぶといいですよこういうのって むしろお祭りなんかに出かけると映えますよねそうなんですガチャガチャしているものって実は逆にね田んぼの絵で見てるといいんですけど、はい、目立たないんですよねかります周りに入っちゃうとだからそういうところも一つちょっとポイント、ね、でそして、えー、こちらはどちらかというと男子向けの商品になりますけども、うんえー、男子向けがね最近ねこういうねちょっとこうおアンニュイな感じというか、はい、お女子でも男子でもっていう感覚になってきてます これね細かい柄で黒にこれは何が描いてあるんでしょうかこれ燕ですよね燕はいこれ柳に走る燕のような雰囲気ですよねおお<ー>これしかも燕の,のこの柄とかなんかねこれよく見るとこれ実はそれ白っぽく抜けちゃってますけどこれ銀銀銀彩加工がしてますお<ー>これ実は銀色なんですこれ実はあー白く抜けちゃうねどうしてもね銀なんです でこれは白ですここは対してここは白でここまた銀なんです <laughs> 分からんねそれだとねちょっと写してみますね <laughs> はいあまあ無理だと思う分かんないやめよう、はい、じゃあもうちょっと外してもらって、まあ、こういう感覚の浴衣を今男子の方も着られると非常にいいしこれね男子向けの商品っていうのは幅が広いんですね単物の,の幅ほらほらこれ,これ,これあ広い 建物、はい、の幅が広いと、えー、何がいいかっていうと例えば身長が1 7 0ンチを超えられる女子の方なんかは、はい、やっぱりなかなかね手の長さが足らないんですよね、はい、普通,通常のおー女子の建物だとでこういう男子の建物の中からあのこれはメーカーが勝手に男子向けって書いてあるだけで、はい、こういう可愛い柄もありますので、はい、そういうのを選んで頂い,いてもいいかなと思いますこちらちなみにビビ背の高い方必見ですビビ でまた面白いのが、えー、このビビのこの浴衣たちこの男子向けの商品ですよおおこれも面白い、はい、これ男子向けですかはいの商品たちがあの何がまたいいのかっていうとね実際は男子向けの商品ね値段が安い設定が安い設定が安いあもう値段もいっちゃってもいいんだそういえばこれ売ってるからちなみにこれはいくらですかはいこれはですねオーダー仕立て付き仕立て代も付きまして 24278円安いだから安いわけオーダーしゃ付きはいしゃ付きで安いんですよ、はいはい、これ男子といえども女子にもよさそうですねそうでしょうねはいこれどうですかこの浴衣好きだなとか西海さんが書いてあるのはさっきの柄だと思うんですけども羽織山さんも書いてありますねはい「クジラ笑った」いいねなんというクジラお安い、うん、いいですね、うん 藤はなかなかいいでしょホエールウォッチングに来ていきたい。お、すごいかっこいいこと言う方がいらっしゃいますね。うん、これね、ちょっとアップしてあげて、よく見るとね、これね、はい、あのー。なんせボケてるんですよ。柄が。わかります。柄のとこ行きましょうか。はい。はい。こうぼかし感があるでしょああ、ありますね。もやーっとしてる感じが。そう。あ、とどう。 綺麗だなあいけそうかなはい OK ですねじゃあこちら OK で、えー、続いていきましょう、はい、このおこのね Vivi ビビさんの、えー、っとこの生地も僕 Vivi の,ビビの生地もいいんですよね、はい、こあのよく見るとやっぱり縦にこう筋が走っていて で、建物の,のように透けてるんですよああ透けてますねわかりますわかります透けてるでしょほら3代目の手が見えます手が見えるでしょ皆さんこのう当店のスーパービジョンで見るとですねお<ー>手が透けてるの分かりますこれ非常に涼しいですだからねあの当店が選ぶ基準の一つはやはり涼しさも必要ですデザインだけじゃなくて涼しさも必要です生地感大事ですね絶対大事です皆さんねいくらねがあのー 柄が好きだと言っても熱くちゃ切れないですからね切れなくちゃだからこの値段を払っていただきたいんですはい、はい、やっぱり大人はねこのぐらいのいい生地を生地も選びましょうはい、はい、それで続いてこれ可愛いよこれも可愛いよこのね今年ビビ,さビ,ビのねこの男子向けが実は僕ね女子にもねいいんじゃないかなと思ってますかっこいいですねかっこいいでしょこれパズルの柄ですねパズルの柄なんですよこれはい 今やっぱりねニコ生がねログインができないなどの不具合を今調査中だそうです<あ>はい。やっぱりはいところどころ赤い色が入ってるはいところどころ赤い色が入ってるでしょでこれ何の柄か分かりますこれピースなんですパズルのピースの柄なんですよこれかっこいいいいでしょこれジグゾーパズルなかなかねこういうね って今までなかったんです浴衣で、はい、これねしかもね普段着着物もあのー、これだったら確かに襟つけてもかっこいいですねかっこいいでしょで普段着着物としても着れますよこれ、はい、y o u t u b e ライブの方ってどうなってるかなちょっと一回 y o u t u b e ライブも見てみますね私はい、はい、ちょっとごめんなさいね皆さんね y o u t u b e ライブが今どうなってるかちょっと見てみますえー、y o u t u b e ライブは え y o u t u b e ライブ見てみますみんなログインが切れちゃってるかなちょっと残念ながらえっ、ー、と y o u t u b e ライブ見てみます3代目に似合いそうですって <laughs> ありがとうございます、えー、3代目これ今頑張ってあのやっておりますよはい、はい、あやったやった y o u t u b e ライブおあ動いてますこ今回は よかった。ですかった YouTubeLive 動いてるわ。あよかった。y o u t u b e ライブは動いてるから、ちょっと y o u t u b e ライブ今まで喋らなくてごめんなさい。えー、まさか動いてると思わなくて、えー、無視はしてなかったですけど、よかったです。えー、じゃあ行きます。はい、行きます。次々と行きます。気を取り直して、まだまだ1時間ありますからね。はい、はい。YouTube 見られるようありがとうございます。これね、あのー、すごく今年いいんじゃないかなと思います。この、えっ、ー、と、なんだパズル。 パズルねこれあの意外とこれを、えー、僕が今着てるように、はい、これ襟をつけて昼から着れば、えー、夏着物みたいに着れますよねこういう細かい柄の場合は着物でも全然いいですよねでしょこれねどこでみんな見分けてるかってね、えー、この放送のアーカイブにもねしかしですねまあ一番簡単に言うと皆さんが答えを出せばいいんですよ ほうほう難ししいいこことと言ったででょどすかなぜかっていうと浴衣もこの私が今着てるのは浴衣として売ってるんですメーカーは、はい、だけど夏着物も、はい、さっきまで僕着てましたよね着物着物着てましたね形が実は一緒なんですよあ浴衣も着物も形は一緒はいで一部の呉服屋さんとかがわけのわからんこと言う人がいて、はい、で着物仕立てにしますか浴衣仕立てにしますかとか、はい、そんなバカなことないんですよ 一一緒緒ななんんでですす実ははね形全く一緒なんですただ下手に手を抜くか抜かないかだけなんです <laughs> <laughs> そういううことなんです、ね、そう手を抜くという仕立てになって、はい、一重仕立てってこう本当に茎とかがきちっとしてるのは、はい、あの一重仕立てって言うんですけどあの全く皆さん一緒ですから。ってことは皆さんの大勢多数がこれは花火大会に着るやつだろう例えばこれは夏祭りに着る柄だろうと思えば浴衣なんです。 そうか、もう浴衣と着物の区切りはないけれども、うん、なんとなく柄で浴衣っぽいとか、うん、そう着物っぽいとかじゃわけです、ね、例えばこの後ろのやつなんかね、はい、これさすがにね、着物だっていう人は少ないと思うんですよねこれは浴衣ですねこれねこれ三角さんのね素晴らしいこれ実はね細川染めのやつでこれ3枚ぐらい型使ってると思うんですけどもこれすごいしかもね <laughs> ぼかしという 素晴らしい,すごい、はい、これ一番高い浴衣なんですけども、はい、でもこういうのはいくら値段が高くてもやっぱり浴衣ですよねやっぱり浴衣の柄してますね、はい、でもこれは素敵でしょ、はい、この下なんかこういう柄がついてるんですよ<お>一肩がすごい長いんですこれねすご下なんかこのランチューの柄がねすごい出てますけども、まあ、こういうのはまあ浴衣として着ればいいかなと思います、はい、はい続いていきますよどんどんいきます,いきますはいビビ これおしゃれでしょこれはね羽の柄です大きな羽の柄こういう感じでねこれも素敵でしょ今どきな感じしますはいこれ大胆あとこの柄の大きさも例えば浴衣と 着物を分ける一つのポポイインントトかもしれませんねやっぱり大きな柄っていうのは遠くから見ても目を引きまくるから、はい、やっぱり昼間にこれを当然着物っぽく着ても僕はいいと思うんですけど、はい、やっぱりこう周りから見た時にちょっとこう,うなんていうんですかね着物っていうイメージではなくなるああ柄が大きいと浴衣らしくなるそうですよねこうほらこうやって見るとすごい大きいでしょ大きいですすごい大きいです <laughs> でも私がこれ着てるこれって遠くから見るとそんなにこうはい 何だろうっていう柄でじゃないですか細かいですねはい実は僕のやつこれねすごくあの濃いの柄なんですよ隠れていて、はい、こういうのも着物っぽく着れるんじゃないかなと思っております素敵です、はい、皆さんもそうしてもらうといいと思いますよそして続いて出ましたこれはやっぱりやっていかないとまあこれもね当店では人気の これ輿野純子ですからしいですねらしいですよすごいこれもうねこんな感じなわけもう舞台衣装でもいけちゃいますねそうだから輿野純子さんの浴衣の今年のこの,<っ>こ,の,こ,のこの緑もそうこっちのねこの緑もそうなんですけどあの真骨頂と言われているのはやっぱりね今言われたイベントに来ても絶対負けない、はい、負けないこれ こんんななな感じの柄かか絶対ないいらね悪いけどすごいかっこいいでしょかっこいいです例えば盆踊りの大会とかでちょっとこう逆に目立たないと<ー>分かる踊りとかだとこういうの着ちゃいますもんねうんでも目立たなきゃ意味ないじゃんあい時ってだからこういう小島純子さんの浴衣なんかはこうちょっとね個性が光って誰も着てないような浴衣欲しいわと着、はい、こなす自信がある方は是非とも着てもらいたい めちゃめちゃかっこいいもう無二って感じがしたい視界寄りがたい雰囲気ってわれてますけど <laughs> まあ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 、あのー、裏を返せばでもね本当に個性的でかっこいいということになります、はい、すごい柄ですよね大きくてあっブラシも近い感じがありますそうかもしれませんねかっこいいですよねすごい柄だすごい柄ですよかっこいいでしょでこれしかもこれこのシリーズはですね「セオアルファ」っていう生地を使ってますセオアルファどんな生地ですかはい、はい これは、ね、トーレと聞いたことあるでしょトーレっていう会社有名な会社ですね有名なトーレーはいそうです、えー、トーレのポリエステルをこうなんですか開発をもっと重ねて、はいえー、夏でもそんなにこうポリエステルだと暑いじゃないですか暑いですね、まあ、確かにね明朝とか朝にはかないませんけどもでもねやっぱりこう新素材、はい、で涼しい涼しい、はい、汗をちょっと吸う感じになっています これかっここいいでしょ。いいこれとこのグリーンのタイプ、ねはい、グリーンもアップしていっていただけるとこうありましてもう仕立てによってこれも全然変わっちゃう、はい、これね小潮純子さんのねちょっとこれ,これを見てもらおうかないきます、はい、こんな感覚ですよさっきのやつは。言った でもねそんなに出来上がるとねそうでもないかっこいいですねうんかっこいいでしょだからこういう絶対選ばないよと思うようなものもあのぜひともあの挑戦してみてください、はい、体に当てるだけはただですからねあ確かに単物で見るとすごいなと思いますけど、うん、形になるとまたち印象違いますねでしょうで実際実はねもうずまり売れてますもんねこのタイプそうですね 今日,の今日紹介してるやつでも実はもう10ターンぐらいは売れてるかな <laughs> 今年夕方ねもうね<回>10ターンどころじゃないかもしれない、ね、紹介する前にもうない <laughs> あの,ののさんのシリーズとかね「あ色違いないや」とかありますもん、ね、もう紹介する前にもう集めないので早めにどうぞ <laughs> で、えー、これはね今度逆に小島純子さんのシリーズでも大人落ち着いた感じのそれでいて綺麗ですねそうでしょ かすりのような柄はいあ今ね YouTube の方でも来てます、えー、浴衣仕立てとかそういう意味だったのそういうことです自由に考えたらいいですその通りですはい、えー、これ目立つこれはね渋いでしょう。でこれもかすり柄みたいになってるんですよねはいちょっと拡大していきますね、はい、でしかもこの小市の純子さんのこの浴衣の今ちょっと記事アップされてますでしょう あのー、この角をやっぱり見てもらおうかな角はいここでいいですはい、はい、これ<あ>生地透けてるでしょ透けてるこれしかももっとアップしてもらうと透けてるところ、はいこれ面勾配という生地です面勾配四角くああ出てきた出てきた OK 格子のような模様になってますはいこれがやっぱり肌をベトつかないようにするための工夫ですほ<ー>こうこの太い糸細い糸をこううまく折り合わせて ですからこの浴衣は近くででで見てのっぴら棒ではないんですね。画像にしちゃうと黒白のなんか単色の、ね、ただの布って感じですけどもこれやっぱり肉眼はやっぱりじょ正直で素晴らしい凹凸感がありますので、はい、ぜひともね原品を見ていただけるといいかなと。 まあどこかで売ってるようなお値打ちな浴衣とはもうわけが違いますから、はい、もうそこら辺で3点セット数千円で売ってるようなことは違います、はいはい、そういうのはねどっちかっていうとね一回洗ったらよしですよそうですね <laughs> 一回着ちゃったら終わりとこちらかっこいいね面白いねこれねリバイバル部品ですよなんですかこれこれねとうもろこしとなんか見えますよとうもろこしとなんか見えますねはいここ,ここいたいた なんこれいた。カブトムシ <laughs> カブトムシですよ皆さんトウモロコシとカブトムシの柄なんですねさすがコ,ブコシノジュンもうねこんなコシノさんしかね全くね想像がつかない,いやありますねでも遠くから見るとほらなんかカブトムシも隠れてこのトウモロコシ自体もあんまり隠れてくるでしょはい。こういう柄が面白いんですよ 面白い古風でいいですね多分遠くから歩いてきたらあかっこいいなんかこう流れたような柄が,が来たなって思うと近くで見るとえっトウモロコシもっと近くで見るとなんとカブトムシみたいなこういうのも楽しみですよね <laughs> 遊び心あります遊び心ありますせっかく夏楽しむんだったらこういうのもいいと思いますよそして次いきますよ小小城さんこれ <laughs> これもリバイバルおお これは分かりやすいこれはもうどう見てもこれカブおいしそうはいカブトムシの位置に悩むそうですね悩んでくださいそういうのをあ着物屋さんに聞いてあげてくださいこれも実はね動物シリーズなんだよ動物というかこう虫シリーズどこにいるああいたここ何がいるキリギリギスそうキリギリスがいますねここにねキリギリス がい,い,いてまあ株を食べてるのかなちょっとねはいはい、はい、大きな株これも遠くから見るともう株でしかない、はい、で近く行くと株と虫ってことですよね面白いはい行、はい、きますもうねしゃっ気もあるからね面白いですよね <laughs> ハンターの血が騒ぐ <laughs> チンチロチンチロリンと、えー「トウキビとカブと虫って斬新と斬新ですよね自由に考えてね皆さん 星野さんらしいとやっとなんか放送が落ち着いてきたみたいですねよかったかそしてこれは男子なんかはいいかもしれない僕好きこういう柄濃い濃いですね濃いですね今僕が着てるのも濃いですなぜかね東屋さん濃いが好き <laughs> 違う僕か店長が濃いの方、ね、が、ね、好きだから濃い買っちゃうねどうもね水しぶきはい これかっこいいです。やっぱりね。これもしかして滝登りですか。はい、鯉の滝登りです。<ー>やっぱ鯉といえばね、縁起がいいので滝登りは。はい。はい、こういう柄が、あの。こう飛び柄であると、そんなに激しくないですからね。はい。鯉の滝登りの柄でございます。いいですね。いいですね。はい、次いきます。はい。 <laughs> やばいまだね時間がないまだ15段ぐらいしかやれてない半分も終わってない半分すらない <laughs> 3分の1終わったぐらいはい次いきましょうはい次行きましょう,、はい、次行きましょうじゃあね走る前に変わったやつからいこうかはい、はい、これだきたー北島これね多分ね一回これで見せようかまっすぐで、ね、ん、はい、の柄だなこれ上からなめていきますね、はい、これは なんとこれもね鯉とこれ龍わかりますか鯉と龍が,がいるでしょ横にぐわーっと龍がいる,竜がいるそして花がバラ赤のバラすごいどちらかというとちょっとねワもんですけどそうですねあのー、まあえっと柄的には、えー、ちょっとあっ あの悶んと言われるような <laughs> あの柄がつい柄が近いかな柄行きにでもこれは個性的ですよかっこいいです、ね、トーカー見るとやっぱりでもねそうでもないんですよトーカー見るとねガラガラっとしてるでしょ、はい、で近くで見るとうおーって感じなんですこれ半分ので見るとすごいですけれども、はい、着た形にするとなんだろうぼやっとした感じの柄になりますね、うん、ただねこれね実はこの浴衣ね近づくと 光ってるんです。なぜか。近づいてきます。わからないかな。これ多分わかんないかもしれない。全ての柄の縁取りの黒の線が。これ光るとわかるかな。漆みたいに光るんですよ。ちょっと。わかるかな。あ、わからんかな。こう、こう縁が全部ね。ちょっと。なんかこう。ウレタンがかかったような光がするんですよね。これ、あの、まあ、僕ら、あの、着物業界ではね。 白っていう使い方しますよねはいあのような感じで光るんですこれね黒に黒の富取りがしてあります<ー>樹脂みたいな感じと言えば分かりやすいかな皆さんには、はい、だから全体的にねちょっと黒光りするんですねこの浴衣、はい、素晴らしい商品ですよこれは近藤屋源兵衛さんこああの有名なはいあの帯屋で有名な近藤屋源兵衛さんがプロデュースした浴衣でございます <laughs> 京都の一流のね、えー、これね士でもね見に行ったんだけど すごいところでした、ね、これをお,お,お店に入るだけでも入れないぞ普通派みたいな社屋が素晴らしかったです <laughs> おかしなぐらいすごいですけどねはいそして次いきますそのモン屋さんの商品で、えー、続いてはこちら <laughs>、えー、待ってましたこちらは可愛いいです皆さん何か分かりますか今度はねこちらはね分かりますか皆さんじゃ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 んはい もうちょっと上にしてあげようかな。はい、はいはい、こちら。はい、素晴らしいですよ。ハイヒール。ハイヒールポップな柄ですね。ハイヒールの柄の浴衣が出てまいりました。可愛い,い。はい。ねえ。パリジェンヌ。<laughs> ご用達。いや、でも、本当、これもね、今までの浴衣の常識を超えて。もう洋柄。はい。うん、こんなのもね、楽しく着ようじゃないか、着物をっていう感覚で。 えこれはやっぱり僕も襟をつけて夏着物として着ても可愛いんじゃないかなと。はい、おしゃな感じがします。はい。ね、これいいですね。はい、これいいです。はい、続きいきます。<laughs> これ絶対売れると思うな。それ、それすごいいいです。うん。そしてやっぱり夏えば金魚。ここのね、ここの金魚かっこいいですよね。おお<ー>。ここの金魚すごいかっこよかった。 しかもこの生地もすごいいいこれこの金魚柄はねちょっともういいよこれものすごいいいよこれ,これどこを出そうかなっていうぐらいちょっとここかここだな多分わいいいいい金魚ですい、ね、綺麗ですね。綺麗です。こう大胆な金魚が、しかもね、大人の色。はいこれ地いい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  すごい大人な色にこの赤い金魚でも赤もねその奥の赤と違って真っ赤ではなくてこれ大人がこういう金魚の柄を着てほしくてすごいかっこいいです素敵ですちょっと大正ロマンっぽい感じの柄付けしてないああかりますうん素敵ですこれこれ僕あの今年のまあ浴衣の中で一押しで実は一人ね男性が変わりましたね 買ってきましたねこれ黒で白のやつがあって非常にこれ逆に男性に似合いそうな、はい、白黒バージョン本当かっこよかったです、ね、ねえこれもうね一瞬にして売れましたけどもこれ本当にこの金魚よかったら皆さんねちょっとポイントですよこれまだ載せてないホームページにホームページこれからですこれかららしいです、はい、チェックしといてくださいこれからに子供っぽくない不思議そう不思議でしょゴージャスゴージャス次いきますよ次は うんとじゃあちょっとちょっとメルヘンなやついこうかはいちょっと若向きやはり津森千里さんでございます待ってましたまあこれもねもうはっきり言って、ね、まあもう絶対土手は浴衣で津森千里さんが出てこないわけがないわけがないえー、柄がまたすごいこれ何の柄ですかこれバレリーナ 踊ってるバデリーナが踊ってる下は見え分かるね、はい、でそれが、まあ、いろんなハートだとかいろんな柄の中に、えー、入り込んでますよねこれもお話ができる浴衣という感じですよね,ねお花も可愛いですねうんかわいいでしょこれ,これブルーでやっぱりキモ、ね、ロマンチックやっぱりロマンチックな感じでこれ意外と若向きって言いながらもこれ大人でも着れるねこれ。はい はい、バレリーナです。そうですバレリーナかとそういうことです洋風にいいですね、はいうん、さっきの金魚もね好きっていうね人がいますねおおこれ素敵きと皆さん今日さ何回これ好きとか言うんでしょうね <laughs> あの、同じ人結構これもいいこれもいいとか言ってるみたいだからコメントがすごいですよはい次行きます、はい 浴衣をはいこのおすすめしますの、はい、次のこれもね津森さ津さんこれはですね、はい、今度打って変わってこれ星座あこれもロマンチックこれね星空好きな人結構いっぱいいらっしゃいますんでこれかっこいいですよこれこれ近づかないとわからないかなはいこれね星がちゃんとこれ例えばオリオン座とか、えー、羊座いろいろあります ライオン座わかかりますかねはいねたくさんいろんな星座の柄が入っておりますわかりますよねこれ綺麗ですよ綺麗うーん星星 <laughs> これね実は色違いでこちらがねやっぱりどっちかというとこう星って感じなんですけど、はい、こっちはねもう一色の方は同じ柄行きなんですけど、はい、こちらよりも、えー、少しあの感覚が違う色になっております これは今のやつはね、完全に星を意識してますけど、こっちピンク。色違い,いきます色違いのピンクがあるんですよ。あ、これは可愛い。これだと、星空って感じしないでしょ。はい。だけど、よく見ると、同じ柄なんです。星雲で。はいこ、さっきのは、星雲な感じを出してましたけど、夜空を。はい。こっちは、この、サソリ座とかのこの柄の方が強く出てます、ね。はい。はい。こういう風に、同じ色、あの商品でも。 色違いでこんだけ違うんだというのも見てほしいです。夢かわいい路線。はい。プラネタリウム専門にしたい。あ、なるほどプラプラネタリウム見に行きたいですね。うん、はい、これもね。はい、こちらのうつもりさんのやつもこれもつもりっていうやつですね。うん、ザッツつもりスターらしいですね。もうらしい。はい、これで花火大会行かないと。おお。あ、そういうイメージですか。綺麗でしょ。素敵です。これは僕なんかこう。 夢があって浴衣らしい感じでうん、うん、美しいと思いますねこれなんかあの高校生の子とか着てたら可愛いと思う多分、うん、これも抽選ですあ抽選でできるんですか、はい、だからこれ大変ですよこれ,これ抽選でやると、はい、こんだけのぼかしをあの抽選の染めでやってるんだからえらごちゃうぼやーっとしたところがこのぼかし感がねやっぱりねこれインクジェットじゃ出せません、はいはい、抽選でしか出せませんいいですね そして次行きまましょう走りますよ次はやっぱり中線でつながっていきましょう中線といえば中線といえば中線中線の本場ですねはいここ何て書いてます浜松浜松本染と書いてありますね浜松本染日本の夏と書いてあります、まあ、こういうところを変えないとねもうダサいなと思うんですけども <laughs> 浜松はでも浜松あのすごくあの真面目なものづくりしますから、はい、これなんかね どっかで見た柄だね綺麗ですねどこかの放送で見た柄ですねこ,この放送で何かあのや,やりましたねあの広上さんという方がそうですね糸片の街のイベントのトップを飾った柄ですねはいこれがあの浴衣でもこう幻想的な感覚になるんだよと、えー、かっこいいですよね素敵ですわあ綺麗。これ今年のフラッグシップでしたね抽選の柄のね 綺麗ですねちょっとね蔵っぽく写っちゃってるのが残念ですけどこれ実はもう白がパッとね生えて、えー、いい感じですよ抽象的、うん、中には花柄が苦手だっていう方とか、はい、でも幻想的なものが欲しいっていう人はこういう柄を使いますいこれイベント着としてもいいですよいい色ですうんこれいいですねこれいいなってみんないろいろ自分の勝手な意見をどうぞどうぞどん,どん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 言ってくださいよ デジャブル。浴衣は柄が派手だから帯は控えめがいいのかなはい花火より君の方が綺麗だよと言ってほしいそう柄合わせ工夫のしがいがある花火より黄麗 <laughs> <laughs>。皆さんなら大丈夫ですいけますきっと皆さんならい <laughs> はいさあそしてこれ今度ね抽選を縦に使うようになってきました縦ぼかしって今まで抽選であんまりなかったんですよ これね、なぜかっていうね職人があまりやりたくないやっぱり難しい、ね、難しいちょっとね水がなんか流,せ流しながら染めるやつだから、はい、こぼれちゃうんでねちょっとね縦だとねああ抽選なしにじみやぼかしがきれいなそうちょっとアップしてあげてこの辺、ねはい、のぼかし感はねもう抽選ならではこれはねどう水がにじんだようになってるでしょ本当にこう本当ににじんだ感じいい色です このボケ感はもう中線でしか絶対出ないから。はい、はい。これということはですね、ちょっともうんアップズープを引いてくると、この中線の浴衣のこれねいいとこでもあるんですけど、はい。えー、これって四単ロットぐらいでしか染まらないんです。どういうことですか？四単同時に染めるんですけど、はい。四単しか同時に染められないということは、あ数が同じ型は一緒ですけど、はい。色のぼかし感とかボケ感は 4単ずつしか一緒なならないあそういういことなんですねそれもこういう日本の伝統の手染めの数が作れないところのまたお客さんにとってはメリットかもしれません、はい、そんなに私と同じ柄がいないと、ねえー、どっちかというとこう、ね、どっかのところで売ってるようなあのお値打ちな浴衣は何万枚と作ってますからねもうそういうのはね <laughs> うん あのお祭りに100%ダブってあ残念みたいな感じが多いんですけどあのこの辺の浴衣は、えー、本当にね小ロットで作っていります、はい、こちらもそうですねこ,こ,これはもう男女関係なくいいこれも着れますねこれも幾何学が好きな方でやっぱりちょっとボケ感があって本当抽象的なんですけどこういうのを着てると皆さんからあんまりね何ちゅうの 例ええば強いい柄って覚えられちゃゃうじゃないですかわ、はいはい、かりますああ去年来てたねみたいなまた同じなのだね、うん、こういうのってなんかふわっとしてるから帯変えればままたえすね分かんないんじゃないかなっていうのもありましてこういうのもいい感じですよねああやっぱ抽選らしさが出てますうんもうやっぱり綺麗ですよねこれ以上浴衣増やしてどうするって思うけど 次々と着たいのが出てくるとその通りです新田さんあのー、僕もですね浴衣ってね実は大人になるとあんま着ないんですけど、はい、実際は、はい、でもね着たい <laughs> 買いたいんですよ明細っぽい感じなんだけど柔らかく優しいねなか今までいなかったもの浴衣って楽しいよねでもね見てるだけでもこれもまた大胆ですねはいこれもまたねあのね今年のこの浜松抽選意外とね挑戦しましたね 好き好きがあるかもしれませんけどこれ細川染めですよね2つの型を使っててます、はい、ちょっとこうなんかこうなんて言ったらなんていう本当抽象的で絵画的な感じですよね素敵ですうんこういう柄もいいですよこれも単物でベロッと見てるより、はい、こうやって当ててあげた方が動きが出るんでしょ、はい、分かりやすいですね、うん、あの皆さんね浴衣を買うときに必ずあの体に当ててもらってください 印象が全然変わる単物のまままっすぐ見るのと今みたいにちょっとこう斜めにするのとは全然違うでしょ、はい、特にこういう柄ってまっすぐ見るとね意外とあこれ選ばないなってなるんですよはい分かりますでしょうこうやって見るとなんかうん三角形がいっぱいだなって感じしますけど、うん、こう今みたいにやると動きが出てくるから斜めになると流れがありますね、はい、やっぱりこれあの合わせてもらってくださいぜひだからうちのホームページでは必ずこのマネキきにこういう 一応イメージですけど、はい、やってます。さあ次いきますよ。家出た。ルミロック。お待ってました。ルミロック出ました。ルミさん出ました。毎年ここには驚かされます。もうねやばいですよ。<laughs> ルミロックのこの柄はね、まあこれちょっとわかんないよね <laughs> こ。これ何ですか。わかんないね。これ何だろうねこれ。僕も初めねか買った時は波かなって思ったんですよね。波の柄かなと思ったら。 これなんとね、この辺見てあげるとねはい大きくしていきますはいここなんかあるよねよいしょグーッとこれはかんざしうんっていうかか、うんざしではないよねくしくしくしがこれなんとなくあれこれ頭の髪の毛かなと思うと曲げ <laughs> お分かりますか皆さんかんざしと曲げなんですけどもでもですよ引いてみてちょっと 全く分かんないでしょこうしてみると分かんないですか、ね、かんざしは分かるんです、はい、でも曲げっていうのは分からないんだけどやっぱり髪曲げってやっぱり皆さん言ってますけど、はい、当たりです皆さんただしやっぱり着ちゃえば着物になれば分かんないから本人が楽しんで,で周りも「何何?」って言った時に答えてあげることによって、はい、まあお,おしゃべりができる浴衣ということで、はい、これ面白いですよねはいいいいここれもかっっいいですやっぱりルミロックさんらしい 感覚ででですよねタイトルが毛毛の波で毛並みでした <laughs> なるほどやっぱり波っていう風に意識してるんですね、はい、やっぱりね毛波を毛の波だと捉えてますこれがあのルミロックさんのまず今年の新作のもう一つそしてあこれですねこれはやっぱりはあの女の人もねいいなってああすこれね分かります トランプの柄なんですよお。キングが見えますね。キングがいて、もちろんクイーンが。クイーンがああ出てきたいます。はいで、スペードとかがこのトランプの四角い感じを出してますよね。クローバーとかありますね。クローバーとかありますね。これはい。これも大きく大胆に配置されているので、こういう風うに着た感じにするとですね。実はそんなに。完全にそのクイーンとかがバンバン出てくるわけじゃなくって。 ポイントで出てきますので、まあ、かっこよさがもうん、ルミさんはやっぱりねさすが着物のデザイナーだけあってあのルミロックさんのルミさんはあの着物専門なのねデザインが、はい、仕立て上がった形も意識して柄をつけているのでどっかの変なブランドみたいに。 あの僕らが仕立てるときにこれどうやって柄を出するんだと、はい、<laughs> これ着物を知ってるやつが書いたのかと思うのがあるのの反面あるんです <laughs> ありますね <laughs> でもルミさんはもう本当にねあ出来上がりこうなるんだみたいな、はい、はいかっこいいですよはいこれはハート盗まれますわ柄合わせ悩みそううん柄合わせ悩みそうですね江戸の遊び心回おしゃれと来てます、はい、ルミノックさん柄が先はいまだありますこれね これはルミさんねらしくないと思ったけどかっこいいよ。はいプチディおすすめです。あプチディおすすめはいこれ。はい。町並みの柄です。見えますかね皆さん。これねこわかるかな？わかるね。こうお家といえばいいんですかね。はい、洋風の家屋があって、はい、鳥がいて、はい、で猫がいて、はい、もう本当ロマンチックな柄なんですよね。そうですねこれはあの抽選でやられてるんですけどこれもですねこうやってこう着物になっちゃえば。 この線が何か柄を作ってる感じになるんです、はい、もうねこう前身ごろには多分家だなって分かると思うんですけど、はい、斜めになっちゃえばこういうところは遠くから見るとね幾何学の線がついてる感じですねおしゃれな感じしますねはい、はい、じゃあ次行きましょう、はいうん、あのね今日疲れる <laughs> 私今日ね意外と はすさまじく繁盛してたんですよ、はい、ずっと立らすごかったですね <laughs> どんだけシットダウンシットダウンしたかも分からないけど、はい、またやってるねこれ1時間半、ね、はい、はい、次いきます素晴らしいからでしょ秋まで切れそう<あ>いいですねそうこれも秋まで切れると思いますマジでそしてあこれ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 今年ねクジラかなクジラ当たりかねあ,あ<の>多いですねこうあのさっきのねビビもありましたよねこれクジラ じゃんじじじゃゃゃんんんおな海原にクジラいきますクジラあー分かってきた分かってきた,てきたはい皆さん分かってきたかなはいクジラですクジラがねこう波間から出てくる感じがあの普通に書いてあるんですけどこれも遠くから見れば分かりにくいそうですねはい抽象的な柄のようにも見えますはいこうなるとね「波にクジラが踊ってる」 そうですかあ。ここはちゃんと出ると柄が出ると分かりますよねクジラがクジラが顔出してるっていう形になってますねうん浮世絵っぽい浮世絵っぽい気がするとはい、ルミロックさんねやっぱり攻めてますよ毎回毎回いやさすがルミロックです、うん、しかもこれルミロックさんこちら抽選ですからねこの伝統も重んじる染めを重んじたものを使ってくれるということですよじゃあルミロックさんね 色違いが実はいっぱいあるんですけど、はい、これもねはいかっこいいですよ羽いす鳥の羽とあ蝶の羽もあるはい蝶々ねありますねこういうまああの、まあ、やっぱりこれもあんまり皆さんが着てないような感覚の浴衣ですねかっこいいです さあ,さあまだ時間がなくなってきた時間が時間がなくなってきた <laughs> やっぱ紹介しきるのって無理ですね走ってるよいや紹介しきれそうですよお本当です今回の分だけはやったうんただあまだだった全然まだだった全然まだまだはいえ,えっとですねこれ次はねかじエスタおっかさんがなんとこの浴衣もちょっと挑戦してみたいということで 京都の老血染めの作家さんと老血染めなんとこれね高級です上品ですこれ本当の老血染めですね浴衣に老血染めをしてしまったしてしまったちょっと見てあげてくださいパッとはいアップしていってくださいアップしてきますはいゆっくりソープこんな感じで非常に大きな柄なんですけども染め分けとぼかしがやっぱり老血のぼかしがよく効いていて えまるでね金の着物のようなねあのー、なんていうん、この立体感上品な感じしますちょっとアップしましょうかこの、はいね、あのすごくこの辺り花の芯の辺から、えー、見てもらうとこう立体的でしょ縁のところがなんとなくぼかしたような感じがしてそうですこれが老血のこのぼかしを生かしたやっぱり高級な染めな証拠ですね、はい、しかも生地もね 涼しそうです縦ろのような生地で涼しそうですこれ皆さん是非ともねチェックしてみておしゃれな大人の女性向きですまさしくその通りだと思います、えー、ちょっと花柄に飽きた方でねそういうなんか浴衣っていうのに飽きた方、はい、でこれも襟をつけて着ればですね着物っぽく、はい、着ていただけます、えー、あと皆さんにさっき大きな柄だと浴衣っぽく見えるよっては言いましたけど逆にねここまで大きくなっちゃうと 小さい方でも着こなせますよ、はい、大きい柄だとあの小さい方を敬遠される方がいますけど、はい、それはね中途半端に大きい柄は確かに、えー、僕もそうなんですけど身長が低い人はね選びにくいんですけどあ逆にこんだけ大きくなっちゃうとんかどっちみち1個が出ることはないんですよ下手、はいで,ね、で切れるから、はい、そうなった時は身長関係なくこの大きな柄も選べるよって覚えといてください。はい はい、小さい方ね結構ヒゲされて私は<ひ>うん小柄だから無理とかになるんですけどぜひ小柄の方も着、えー、てみてください、はい、当ててみてくださいはいそして続いてこれもねその「浪血染め」の新作らしいです、はい、これね「ひまわり」とついておりますねおあこういう色でひまわりを表現しました、ねはいやはり同じようなローケ血でひまわりを意識してますね、はい、でもこう大人ですよね何回も言うようにワントーンですごい綺麗ですね そうですこのトーンを変えずにこのお柄を作ったっていうのがやっぱり大人の証拠いやー夏らしい涼やかな色合いですそう生地もねこの柔らかさがやっぱりちょっとこう浴衣っぽくないというか、はい、浴衣ってんかこうやって跳ねちゃうやんパーンとあさっきまでののり毛、ねうん、が効いて、まあ、それも浴衣らしいんですけどこの辺大人な感じなのでこうちょっと柔らかくふわっとふわっとしてふわっとしてます もらいいんですよ、これはうん値段も高級ですけどね <laughs> ちなみにおいくら万円ですかこれおいくら万円だったらカジエスタさん「いい最高」って書いてありますねおカジエスタよ喜んで今日見てんじゃないのカジエスタ見てないか<ー>見てないな見どけよって言えばよかったですねそうですね、うん、あ下の方に値段が書いてあるあオーダー立て付きはいこれはさすがにね手染めだからね、はい 6万6400円,6万6円あでも手染めで6万6400円だったら、はい、手染めですよこれ本当にあに洗えますからねうちではい絹、はい、を買うよりはいいかもそしてそう考えるとありだな、はい、お待っとさんでございますこちらも毎年、えー、この放送でおおっって言われる商品ですね、はい、待ってましたお果汁お<ー>お果汁さんですね おかじゅうさんすごいからねおしゃれ <laughs> これこ今回なんだこれこれ今回のおかじゅうさんすごいよこれも町並みだよねどっかの町並みと、うん、あと船ですかはいこれ僕ねこういう外国は得意じゃないので、ね、どこかなこれどこの海外でもどっかスウェーデンとかなのかなこの十字とああありますねあと橋が渡ってるんでしょうかねそうですねこれ橋ですね でこの街にこういうふうにこれはもうねすごいですよこれこれ炉ですしかもわかります生地も,すごい生地もここの生地はいいからこれ炉なんですよわかりますねこれあわかりますはい抜けるんでしょうこれこれどこだここかうん透けてるんですこれもね、うんはい、しかも炉でも「乱炉」といって乱れる炉と書いて「乱炉」って言うんですけど 穴の開く感覚が微妙に違っている、はい、それのことによって本当のなんて言うのロニみたいにこうちょっと清掃っぽくはないカジュアル感が出ますカジュアル感や、ね、はい。この柄がまたやっぱりねおしゃれでしょうこう浴衣の感じになるとえやっぱ洋風の柄もいいですねうんこれねいい感じですよこれからちょっとねもう今年の「集ずまはねあえてちょっと花柄を避けました、はい、えこういうい 今まで見てくださって分かると思うんですけど、まあ、当然花もあるんですけど女性らしいちょっとこういう感覚遊び心あります、ええというかねこの辺の柄はねみんなプチジに選ばせましたはいありがとうございます選ばせてもらいますたええあの私が選んだわけじゃないんですけど<笑><笑>でもね、えー、これがやっぱりプチジの感覚これもすごいぞこれすごいぞこれ馬と林ですかねこれやばいよねこれ ちょっと待って、えっ、ー、とどっから見ればいい？ここから見ればいい？上から行きます。上から行く？はい。があって、鳥がいて、馬がいて、木があって。わあ、すごい幻想的というか、なんとなくアジアンチックな感じもしますね。そうだね、これはね、メルヘンな感じですよね。これやっぱりこういうふうに着るとまたね、全く違った。 あの雰囲気になるんですよねもう着るとかわいいかわいい、えー、かわいいんだけど大人かわいいって感じですこれもねそうですね、はい、ぜひともこれ苦手だと、はい、<laughs> まあ当然ちょっと癖があるのでこれは人を選ぶと思いますけれども <laughs>、はい、逆に僕ね皆さんいもう皆さん逆にこう今まで普通の浴衣持ってたら はいあの何枚目かの挑戦の方は僕ぜひとも挑戦してほしいぜひうんそう色違いこれプチディ買ってますあっマジでマジであそうなの今年作るの今年作りますなるほどプチディこれ色違いがあるそうです黒があったええそうですね黒っぽいのね茶と黒がありました茶と黒があったらしいですよ皆さんはい苦手なとかいですごいおしゃれじゃこれはそういうの分かれますよね欲しいっていう人とちょっと違うかなっていう人そうなんですよで続いていきます えー、まだ行きますよ。えっ、ー、と、これまだね、ここのやつもほとんど来てない、ゆ、ゆ、ゆかた、ゆかだ。あの、はい、ええー、今日以前のあの、いとさんの浴衣。はい。はい。今年遅れておりますけど、全然。これね、長寿ギガ。長寿ギガ。あ、本当だ。長寿ギガ好きな人いっぱいいるんですよ。まあ、まあ、っすぐ見ようか。はい。市松にこれ、長寿ギガがこう書いてある。 鳥獣ギ,ギガ展とかすごい人気だよね毎年ああファンの方いっぱいいますよねそうこれはね着物業界でもすごいファンの方多くて、えー、本当に僕何回聞いたことか「鳥獣ギガありますか?」とか言ってね今日も鳥獣ギガ一着売れました、ねはい。やっぱり鳥獣ギガっていうのはもうなかなかあの面白いんですよねうさぎとか猿とかカエルとかがこう喧嘩しているわけですよ喧嘩というかまあ、はい、争っている姿なんですよねはい、はい、これ鳥獣ギガ の浴衣ですはい日本三個の漫画ということで、はい、あとはいまだ男子向けでいきますよあと5分あと5分だねあと5分ですはい頑張ります、はい、これもね幾何学おかっこいい、はい、これもねなんと今年の浴衣のもう一つのポイントは結構いろんなブランドでこの箔使い、はい、これもう映らないのが分かってるんですけど銀 銀箔が貼ってある浴衣。にここ銀箔なのここ。わかりますかね。全くわからないと思う。ななこれ実は銀箔なんですよ。やばい肉眼だとわかるでしょ。そうですね。完全に銀に銀に光ってます。これ銀箔がこう貼ってあったりとか、その縁取りにこうこれだとねブルーに見えちゃうね。あ銀冠わかりますね。銀箔なんですねこれ実は。こういうのが所々そんなずん全部じゃないからギラギラはしません。ちょっとずつ入れてある。 かっこいいいと思います。こういうのもねちょっとこう派手ではないですね実はかっこいいかっこいいですうんこれめちゃめちゃかっこいいです外から、ね、見てぜひ男子に来てほしいですそうですこれめっちゃかっこいいんですよ本当にこういう浴衣もうぜひ一回挑戦してみるかさい。今までね本当にこういう浴衣はなかなかこう専門店じゃないとね売れなかったはいはい、本当にうちはね得意だったんですこういう浴衣はでみんなから褒められてまた買いたいと <laughs> <laughs> はいこれもそうですこれはがっつりシル,シルバー入ってますよおお、ね、これ男子ですねこれもね箔使いっていうのが何か特徴があるんでしょうかねそうですね今年はちょっとこの白を使った加工が多分もしかしたらこういうなんかあの新しい、はい、あのなんていうんですか染色方法が見つかったかもしれませんね、はい、あるかもしれません、ね、どこどこもこれやってますからこれ素敵でしょうこれもね大胆なこの 付けですねいいですねはいおしゃれですねはい大胆次いきますあと5分何とか終わらせる <laughs> <laughs> 終わらせましょういきましょう何とか終わらせますよえっと中華次からは、えー、あれですえー、浴衣を夏着物来週は夏着物やりますからね、はい、皆さん来週のためにその手前でメーカーさんがこれ浴衣として実は売ってるものなんですけど、はい これどう見ても男女関係なく、えー、着物として着れるでしょうっていうのを選んできましたむしろ着物っぽく見えますね,あねむしろ着物じゃねえかっていうのが、はい、あのなぜ君は浴衣として売ってるんだねと、はい、僕は言いたいはい、はい、これは網代の柄なんですよ、はい、なんと近寄っていきますこれね網代 <laughs> 柄網代っていうのはこの織模様がこういうふうにね網代に組んであるように見えると、はい、これグレーでしょ グレーですねこれね普通の方としてきたら地味だよこれ <laughs> ほらこうしちゃうとむしろ僕これ着物で欲しいですはいこれね実はねもうお客さんにあずま屋ではだいぶ前からこれ襟りけてきたら着物ですよはい、うん、だからえー、っと昼間から着たいそのまま遊びに行って昼間からでそのまま夜花火大会でもどこでも行けばいいじゃないですか、はい、っていう感覚しかも なんだろう浴衣の時期だけじゃなくてそう今、はい、今日なんかもう何,何度だったもう30度近かったねもう28度とかあり,ありましたねそうそんな今日みたいな日なんかはね今の浴衣らしい浴衣を着てれば皆さんから早いんじゃない、はい、って思われるけどこれなんかは全く分かんないでしょ明朝でかっこいいですねしかもこれも明朝でこう揚流加工っていってこしぼが立たせてある加工がしてあるので、はい、めっちゃ涼しい 涼しいの大事です、うん。でね、もう一つね、普段着着物の皆様ね、入り口の皆さん朗報です。はい、こいつら、こいつらって言っちゃいけません。この、この商品たちは。はい、めっちゃ値、ね、打ち。お。もうね、多分これ、ね、ひっくり返るよ、ね、値段聞くと。ちなみにおいくら前ですか。オーダーしたてきオーダーしたてき 21, 円安いちょっと下手がついてる安いオーダーで下手がついて2万1600円ですからねこれはお値打ちですねでこの網代で織模様、はい、ちゃんと織柄ですよちゃんと裏表ないから、はい、こんなのないでしょえー、これいいって思うでしょでさらにねこれこういうのもあるわけでやっぱりこういう感覚の縞模様も同じような商品ですよやっぱりこれはシジラ織シジラ織 しししぼしぼして気持ちいいやつ、ねうんはい、実はですねあのー、これよりもっとお値打ちなやつがあったんですよ、はい、演習指示だっていうのがでそれも東では浴衣でも着れるし着物として着れるっていうのを毎回今回もシャャンは入れたと思います、はい、もうないですね <laughs> もうないですね <laughs> もうなくなったからも<う>また売り,売りまたあの、ね、また仕入れますので、はい、今年まだ5月になっているのにねまだ5月の頭なのにもうない <laughs> 商品が。 あとこの、源氏物語のこれ。もうあと3分。頑張るよ。はい。あと1分か。あと一分です。じゃあこれ、裏表、両面染め。これまた今年もあります。両面染め。形見代わりとかできますからね。これ、はい、男子に大人気。これも絶対売れるやつ。あの、こういうのもあります。さあ、さあ、もうやめるよ。はい、<laughs> さあ、なんとか40単ぐらいできました。あと5単ぐらい残ってるけど。はい。えー、皆さんね、今日の放送、お朝、あのー、今回ね、ちょっと初めのうちね、 放送の調子が今年はな今回はなぜか悪かった YouTube ライブもできなかったし、えー、なんとニコ生も途切れたりしまして皆さん申し訳ございませんでした大変、うん、ご迷惑かけましたのでアーカイブの方をちょっと私編集してまた YouTube とかに載せようと思ってますので録画のやつを、はい、あのぜひとも皆さんねアーカイブできっちり楽しんでいただけるようにしておきますので、はい、よろしくお願いします、えー、来週の放送はまたあの夏物をやります今度は夏物と 帯とととかか小物とかもやってみたいと思い思ますまあ一回じゃ終わらないかもしれませんけど、えー、その辺をね皆さん楽しみにしていてください、えー、この後裏番で反省会しますのでね、はい、えチャンネルはそのまま,のま,まそれでは皆さんまた来週また,ーまたねまたね